はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、池袋にございますローストビーフ大野池袋店さんにお邪魔しております。というのも、こちらのお店でね、チャレンジメニューが始まったということで、本日はね、そちらの新たなチャレンジメニューに挑戦に伺ったんですけれども、今回できたメニューというものがサンシャイン盛りという 5.2 キロのローストビーフ丼ということで、こちらのね、メニューの内容で言うと、ご飯が 2.5 キロ、ローストビーフが 1.5 キロ、卵黄が 200g で、特製ソースが 500cc のマヨネーズ 200cc、 そして最後にキャベツが 300g と、合計でね、 5.2 キロの巨大な、チャレンジメニューとなっております。で、こちらのメニューは制限時間45分となっておりまして、こちらがね、成功した場合には、今説明してる最中に来ちゃったんですけど、もうね、めっちゃでかいですこちらが成功した場合は、記念品等々がね、いただけるということでして、今回ね、せっかくのチャレンジなので、このね、タオルを巻いて本気で挑みたいと思います。そしたらね、ただいまこちらに合わせるソース等もご用意いただきまして、ちょっとね、ご厚意で、これね、通常の並盛りでございます。比較するとやばいっすねこちらはね、チャレンジが終わり次第後ほどいただこうかと思いますので、ひとまずね、こちらのチャレンジメニュー制覇したいと思います。そしたら今回はセルフカウントなので、3、2、1と、これ黄身崩しましょう。匂いから、やば、うまそう見えるかな、これローストビーフですね。いただきます。ソースめちゃめちゃうまいよ。やば。前後が広いんで、皆さんに見せるようにっていうの難しいので、手前からね、切り崩していきます。これやばいな。今までね、いろんなこのローストビーフのチャレンジメニューとかデカ盛りいただいてきましたけど、結構ね、トップクラスにうまいかも。ちょっとね、ご飯の方にこちら追加でいただきましたシャリビアンソースをかけていきます。ちょっとこれはスプーンでいかしてください。いただきます。抜群にうめえわ。この白いソースがさ、めっちゃうまいんだよね。シャリビアンと一緒に行くと本当にうまい。これチャレンジとは思えないぐらいうまいですね。完成度がすごい。したらこれ
一旦ねさっぱりとということで山わさびいただいてるんでこちらもね使っていきたいと思います。これはちょっとお肉だけでいっちゃいましょう。いただきます。うまっ。なるほどね、これは岩塩ですね。うん、岩塩とローストビーフで山わさびだ。文句なし、めっちゃうまい。うん、外側のソースもったいないんでちょっと先にいっちゃいましょう。でもね、これ僕も何回もローストビーフ、このローストビーフ丼ね、チャレンジとかしてるので、これがね、辛いの知ってるんですよ。実は量以上にね、お肉と白いお米なんで、かなり詰まりやすくて、難易度が高いっす。うん。付け合わせにこれね、牛テールスープもいただきました。こちらもいただきました。はい、クリームチーズでございます。よっ、追加で、これでこのいただいたマヨネーズソースかな、これもいただいちゃいましょう。いただきます。これやばい。うん、お腹の溜まり方が結構えぐい。何分？楽しみすぎてますね。そしたらそろそろね、ちょっとこってりしてきたんで山わさびを使ったソースを使用してさっぱりとね、いってみましょう。うん、香りいいな。うまい。うん、でも今ちょうど15分ぐらい経ちますけど、まあね、こんな感じ。お腹的に言ったら6。全然ね、やっぱり食材が落ちていかなくてお腹いっぱいになるのが早い。やっぱね、お腹ももちろんいっぱいにはなってくるんだけど、それ以上にね、このローストビーフめっちゃめちゃ柔らかいんだけど、 1.5kg 食べてるとね、顎がだんだん疲れてくる。またね、顎もそうですし、飲み込む力、これもね、だいぶ疲れてきて、今ね、失速中でございます。
うん。今ね、結構きつかったんで、ちょっとね、休憩挟んだんですけど、だいぶね、お腹落ち着いた。グッてね、下がりました、胃が。そしたらね、こちらラストでございます。一気にね、かき込んじゃいたいと思います。よっ、ごちそうさまでした。ぴゅっ。残り5分1秒ということで、39分と59秒という結果でございました。いや、めっちゃお腹いっぱいだわ。一応今回はね、チャレンジ成功したんですけど、かなりね、ミスった。やっぱね、最近チャレンジやってないんで、お腹いっぱいの時にしょっぱいものってきつくて、せっかくね、ソースいろいろ出してもらったんで、いろいろ使おうと思ってかけすぎちゃいまして、かなりね、そこの方がしょっぱくてこう油っぽい感じになっちゃったので、そこはね、ちょっと僕の調味料の配分ミスで余計にね、ちょっときつくなったというか、苦しくなった勝負でございました。ただこちら大野さんのローストビーフ、本当に美味しいんですけど、通常のね、ローストビーフ丼につきましては1000円から、また黒毛和牛のローストビーフというさらにね、ランクの上がったメニューになりますと1600円からね、この豪華なお肉のローストビーフがいただけますので、ぜひね、皆さんもこのローストビーフの大野さんで美味しいね、ローストビーフ丼食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。